それでは、ご紹介させていただきたいと思います。出演者の平沢泉さん、お願いいたします。本作の監督、太田隆文監督、お願いします。本当に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ここまで本当に長い、いろんなことがあって、ようやく今日横浜で、こうして皆さんに見ていただけるようになり、本当にうまく言葉が出てこないんですけれども、本当にもう感謝しております。でもね、本当にこんなたくさん来てくださると思わなかったんでね。はい、よかったですね。もうね、あなた川崎出身だし。はい、川崎出身なので、もう横浜久々に今日来て、ちょっと関内駅から今日は京急線止まってましたよね。あ、止まってませんでしたか。ギリギリだったんですかね。多分京急線が止まってしまってたので、急遽関内駅から来たんですけども、皆さん間に合ってギリギリ会場まで来れたようで良かったなと思います。いや、遅れたの？私は、私は遅れてしまいました。で、僕もね、本当に関西の出身なんですけども、映画監督を目指してスタートしたのが横浜で、新小安にずっと33年前、6年間住んでまして、でもここの、ね、向かいにあった、横浜日劇も、こちらが横浜名画座という名前だったんですけど、本当学生時代、20歳前後に来て映画を見て、本当に勉強して、でそのまさに、今ジャック&ベイティーと名前を変えたこの映画館で自分が監督した映画を上映してもらえるというのはね、本当にもう言葉にならない思いと、で同時にそれだけではなく、今回の映画っていうのは多くの人の思いを込めて作った映画 でそれをやはりこう日本中の人にどう届ければいいだろうっていうところで、でもやはり今ご覧にいただいたように原発事故という難しい社会問題を題材にしたものなので、もうそれだけで、あちこちの映画館がもううちではできない、ちょっとやめてほしいとか、もう違った理由で断るとかいうので、本当一時期上映館がゼロだったんですね。でそれがこうしてもう途方に暮れている時に、心ある映画館の方々がだったらうちでやりませんかって言ってくれた、本当初期に手を挙げてくださったのがこちら横浜のジャック&ベティさんなんですね。でそれでそうやってね、やっぱり最初にこう手を挙げてくださる方がいると、他の映画館もじゃあうちもっていう形で、本当に何か言われたり、なんかややこしいことだと嫌だなとか思う方が、やっぱりちょっと躊躇していた方たちもやろうっていうことになり、今全部でね18館日本中で、今北海道と沖縄も交渉中で、多分やっていただけそうな今形になってきたので、本当この映画がこう広がってきた。でもなかなかね、まだ本当に市民の寄付で作った映画、企業なんか一切お金を出してくれなかったので、ですから本当に宣伝費でね、テレビや新聞で宣伝できなかったので、なかなかこう広がらない部分もあって、映画館ではやってるんですけど知らない人が多い。でもね、ここ横浜はね、本当にいろんな方々が、いや応援するよ、宣伝するよって形で、今日もねこのツイキャスト隊の今持っている方々はね、事前にこう、連絡をくださって、今日本中に配信してもらってます。ここ横浜、ジャック&ベティから本当日本中、世界中の皆さんにこのね、僕らの話がね今伝わっているわけなんですけれども、はい、でももう、そんな中でこう無事ここね、今日教室迎えたとか、とっても嬉しいし、どうだやかね。はい、今の気持ちは。今の気持ちは、いやもうこれ言っていいんですかね、昨日やら何やらの、もうその話はもう今日はいいよ。あ、いいんですね、わかりました。でも今日なんかあまり今日こんなたくさんの人に来ていただけると思ってなかったので、もしかしたら10人かもよみたいに脅されてたりとかしてたので、ちょっとドキドキしてたんですけど、皆さん来ていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。やっぱりね、ありがとうございます。映画本当多くの人が感動したし、いろんなことを感じたし、いろんなことを考えるきっかけになったって言ってくれるんですけど、やっぱり役者のね、もう監督じゃないんです今回、役者の力がやっぱり一番伝わったと思うんですけれども、そのね、本人からどういう思いで、はい、演じてくれたのかなんかを話してもらえますか。どういう思い、ですね、監督から監督の前回の作品
にも出させていただいていて、その時には、ちょっとクールな帰国子女という役をやらせていただいてたんですけど、今回あかねっていう役を渡された時に、あめちゃめちゃこれ簡単に入ってやりますみたいに言えるノリの作品ではないなと思いました。ちゃんと取材というか自分なりに勉強をしてやらないと、架空の人物がいて、架空の人物が茜だとしても、その同じ出来事が実際に起こっている以上、そういう子たちは絶対にいるわけで、で簡単に生半可な気持ちでやっちゃいけないなっていう気持ちが最初にあって、で監督にいろんな宿題を渡されたりとか、自分でいろんなことを調べたりとかして、ドキュメンタリーを見つけたんですね。でその監督から宿題でいただいてた作品、ニュースとかと同じだったんですけど、やっぱ一時帰宅をして、でその時に自分の部屋が荒らされていて、でもここは私の家だもんって言って、この家にいるって言って親にパチンってやられる娘さんが映っていて、で実際にそのシーンが台本にもあったので、私はこの女の子以上を演じられるだろうかとすごい不安になったんですけど、でもここでその実際に被災地の方たちとかが見て、あこれじゃ甘いよって思われないぐらいの芝居をしないとなっていう思いがすごい強かったので、プレッシャーがすごかったんですね。でも実際に撮影現場に行ってみて、いろんなお話を聞かせてくださる方がいっぱい、本当にね、福島から避難してきた方からもね、お話を伺って、実際にお話を聞けたりとかして、そういう気持ちを自然と周りの方たちが作ってくれて、本当にもうこんなんじゃ今のままじゃダメだなっていう気持ちが撮影中にどんどんボルテージが上がっていって、でちょうど大事な撮影のシーンの時にはもうその気持ちだけで、もう芝居というよりかは本当に自分が精一杯になってしまっていて、なんかクランクアップって撮影が終わってからも、なんか撮影終わったって明るい気持ちというよりかは、これからいろんなものと向き合っていかないといけないんだなっていう気持ちになったので、なんかそのまま作品が終わってからもその役といいますか、今度は平沢泉として今の現状に立ち向かっていかないといけないなっていう気持ちにさせられる現場で、ちょっと未だに自分の人生が変わったなって感覚ではあるので、珍しい経験をしたといいますか、はい。出てくる話は全部本当にあった徳島で起こった事実をもとに舞台を静岡に移しているだけで、全部皆さん本当福島の皆さんの向かい合った悲しい現実、辛いお話を伝えるにはどうすればいいかと思った時に、やはり新聞やテレビってやはり情報を伝えるということでたくさんの人に伝えますけど、やはり感情や悲しみなんか苦しみっていうのはやはりなかなか伝えづらい。それをどうすればいいかなと思った時に、やはり映画はやはり体験なんで、見た人が本当に10年20年とその思いを覚えていってくれるし伝わるという、でそれは何かといったらやはり役者が本当にその人たちの思いを伝えるためにね、本当に普通の人にできないこう力で伝えてくれて、まさに平沢なんかがそうだったんですけれども、でそれにはやはり本当のその人たちから聞く見るということで、それをね一から本当に勉強してもらって、ゴーマニズム宣言の脱原発論も読んでもらって、いろんな勉強してやってもらってね、でも本当それであそこまでやっぱりね表現できるっていうのはね、やっぱり役者ってすごいなと思うんですけれども、本当にいろんなそういう悲しい思いをなんか一手に吹き受けてねやったから、ね、役者も本当に心潰れるような思いでね、今こんなヘラヘラしてますけれどもね、現場ではやってくれてね、それがやはり今回多くの人になんか伝わった理由かなと思ってね、僕はとっても感謝してるんですけれども、他の役者さんたちどうだった、なんかすごかったよねみんな、他の人たちも本当にすごかったですね。太郎さんどうだった、山本太郎さん。太郎さんはですね、おじさん沖縄のおじさんはですね、いやもう撮影の現場に入ってきて初めましての時からもう孝太郎おじさんそのまんまみたいな感じで、もうすぐにいろんなことを心配してくださって、そのマスクはじゃない方がいいよとか、いきなり放射能講座が始まるんです、ね、もう座った瞬間から出身どこから始まり、お前それ食べたらあかんって、これこうあかんやん、こんな入ってるの食べたらとか言ってね、弁当を食べようとしたところに言われましたね。確かに
やでもね本当そういうこと言ってくれる人いないしね、テレビや新聞ではなかなか言わないんでね、うん、だからそういうこともなんか休み時間もずっと勉強だったよね。そうですね、休み時間にいろいろな知識情報を教えていただいたので役に入りやすかったですね、うん、はい、あもうあの時間だったよね、はい、じゃあ、じゃあ茜からなんか最後に皆さんにメッセージを、ね、皆さんにしましょうか。メッセージを、はい、はい、何か、このあなたはいいか、はい、そういやもう本当に来てくださって本当に見ていただいて本当にありがとうございます。なんですかね、一番最後に車からありがとうっていうシーンがあったと思うんですけど、ありがとう、すだったらさようならのはずなんですね。でもそこでありがとうっていう言葉にしたっていう、私はその台本読んだ時にそこですごい感動したんですね。なんで私はまだこれからだな、これからまだまだこれからだなと思っています。本当に若いと言いますか、20代やあと本当に若い子たちがまだあまり関心がないと言いますか、諦めに入っていると言いますか、なんかそういう方が正直多いなと私の周りでは思っています。なのでやっぱ映画って若い人もそうみんな来やすいと思うんですね、見やすいものになっていると思うんです。なのでまあ、お子さんがいる方は自分のお子さんを守りたいって気持ちが増したとも思いますし、なんかそうお友達だとかそういう方に一人でも多くの人に広めてこの作品を見ていろいろ考えるきっかけになっていただけたらなと思っています。本当に今日はありがとうございました。はい、みんなで本当もっともっとお話したいし、平さんの、ね、活躍した思いとかもまだまだあるんで、その辺パンフレットに本人のインタビューを書いたものありますし、山本太郎さんがこの映画に原発映画も絶対出ないって言ってた彼がなぜ出てくれたかとか、いろんな思い役者さんのみんなインタビューか日記とか載ってるので、もしよろしければ帰りにありますので、見ていただくとありがたいです。それと本当お願いですけれども、なんとか皆さんも今日何か感じるものがあったら、明日職場ででも家族ででもいいですし、ツイッターやフェイスブックでもいいので、こんな映画があった、こんな思いをしたっていうのを伝えていただければ、本当に反対だ賛成だという以前にもう一度福島のことを考え、子どもたちに自分たち大人は何を伝えればいいのかということを考えるきっかけにしてほしい作品なので、伝えてもらってまたみんなで見てもらう、そしてまた親子で、ね、学校で話をできる、なんかそんなきっかけできっとね、この今の苦しい時代を乗り切っていく何か答えをみんなで探せればなと思って作った映画です。ぜひぜひこう宣伝拡散していただけると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。撮影希望の方、階段の方でお願いください。はい、撮ります。